写真拡大。阪神のラファエル・ドリス投手31が28日、藤川との守護神争いが注目される中、ベストを尽くしてやっていくだけと気合を込めて話した。17から18年まで抑えを担ってきた右腕、来日通算100セーブへ向けてあと23セーブと本気中の達成は十分に射程圏内にある。しかし矢野監督は今季の守護神を藤川に託す可能性を示している。ポジションは年々変わってくることもある。今までと変わらずできることをやっていければ体を絞っての来日だ。去年の来日時はオーバーウェイトだったというドリス。それだけに今年は2から3キロの減量を試みた。体重を落とすと動きが軽快になるので食事にも気をつけながら体重管理していきたいと、今後も今の体重を維持していく。また自分の家に戻ってきたなと感じます。懐かしい風景を見渡しながら口にした。4年目のシーズン、背番号98が優勝の立役者になる。